資生堂企業資料館は、静岡県掛川市下又にある企業資料館、博物館。資生堂が創業120周年を迎えた1992年に開設された。同社の商品や宣伝製作物をはじめとする様々な資料を一元的に収集、保存し、収蔵品の一部を展示公開している。日本初の民間洋風調剤薬局として、 創業した1872年から今日までの企業の歩みや商品パッケージ、ポスター、新聞、雑誌広告、テレビ CM などの広告関連資料、ビューティーコンサルタントのコスチュームの変遷などを展示する、他、資生堂と日本の化粧文化の関わりなどについて紹介、展示する。掛川市派生にある資生堂掛川工場の隣接敷地内に所在し、同敷地内には、 資生堂アートハウスもある。2階のライブラリーにて、資生堂関連の図書資料を公開している。開館時間内に限り、予約不要で自由に閲覧ができる。公開しているのは、企業史、広告、デザイン、企業文化、アート、研究開発、化粧文化、美容、ヘアメイキャップなど、約150冊。資生堂の企業文化や日本の化粧文化について、 企画展を通じて一般公開している。化粧品や宣伝製作物などの企業資料や、江戸時代の化粧道具、銀座や女性に関する資料など貴重な収蔵品を観覧できる。1925年やべき、1926年、川島理一郎1926年沢玲花、1930年1933年、前田光 1937年、山名文み1938年、山本武夫。1955年1960年、山名文み1961年、水野隆1966年モデル、前田美晴。1968年モデル、段次郎。1976年モデル、新行寺君恵、1978年モデル、山口さよこ。 1979年、山名文夫。1979年モデル、尾野美幸。1983年モデル、倍賞三津子。1985年、1988年モデル、今井美希。2008年モデル、高橋まりこ。2008年モデル、江ベ原由里。ありがとうございます。